はい、YouTube をご覧の皆様、こんにちは、アルハルです。1月ですけど、なんかインフルエンザが、流行ってますね。皆さんは大丈夫でしょうか。私はインフルエンザ今までかかったことがなくて、ちょっとまあよくわかんないです。やっぱ大変みたいですね。ではちょっと今日も、美味しいお酒を、紹介していきたいと思います。今日紹介するのはこちら、ホブゴブリンです。はい、こちらが、ホブゴブリンになります。ゴブリンが、描かれた、ラベルですね。こちらのホブゴブリン、ダークエールになります。イギリスのオックスフォード州の、ウィットニーというところですか。ウィットニーの神秘的な森の中の醸造所で作られる、力強い、フルボディのダークエールと言われておりますね。特にですね、こちら、面白いのはこちら魔女の絵柄がここに載ってるんですね。見えますかね、この魔女が目印です。はい、しかもこの瓶にも書かれてますね。ちょっと見えるかどうかわかんないんですけど、ここら辺に書かれてますね。書かれてるか、これは、瓶としてもう刻印されてますね。一周、こういう風に見えますかね。あのこう魔女のラベルが描かれて、とてもちょっとおしゃれな、ビールになっております。はい、キャップもとてもおしゃれですね。この蓋のキャップの部分も、結構、まあ、ちょっと前飲んでたらこれ欲しいという方も結構いらっしゃって、すごくなんか、まあ、おしゃれな、ラベルだと思いますね。こちらのホブゴブリンという、お酒はですね、まあ、ベリー系の甘みが、ある香りが、漂いまして、そしてほんのり、ローストされたような味が、まあ、口の下に広がると言われているお酒ですね。でこちらですね、何が珍しいかというと、なんか、まあ、チョコモルトというなんかモルトが使われた珍しい、まあ、エールビールということらしいですね。では今日はこちらを飲んでいきたいと思います。ホブゴブリン、それではいただきます。こちらが、ホブゴブリンです。とてもまあ黒いですね。あのけどちょっと赤みもありますね。もうほんと黒ビールみたいな感じですね。まあ、黒ビールでしょうかね。で泡は結構少なめですね。ああ確かにちょっとベリーっぽい香りがしますね。それちょっといただいてみたいと思います。いやー、この前のジュベルに比べたらとても泡が少ないですね。けども、このちょっとほんとベリーもちょっと甘酸っぱい香りがちょっとしますね。フルーツ、ほんとベリーみたいな香りがします。いただきます。すごく飲みやすいですね。本当、まあ結構飲み会とかでビールを飲みすぎて、もうちょっともう麦酒って言ったんですけども、もう麦のビールは入らないよ、けどちょっとビール飲みたい、なんかさっぱりしたビールないかなっていう時に、
黒ビールってなんか重たいイメージが結構なんか、まあ、私勝手にそういうイメージがあるんですけど、あの黒ビールが好きだけどちょっと重たくないさっぱりした黒いビールないかなって言われたら、ちょっとこのホブゴブリンがちょっといいんじゃないかなって私は思います。うん、すごくさっぱりしてますね。うん、もっと日本のビールと考えるよりはちょっとなんか、まあ、ワインとかそういう洋酒に考えて飲んだらいいんじゃないかなと思いますね。いや、とても飲みやすいですね。すごく癖はないです、すごくスーッと入ってきて、飲めますね、こちらは。おかわりいただきます。お、ちょっと、泡が立ってきましたね。まあ、入れ方でしょうね、私のこちらのホブゴブリン、まあ、私飲んでてから飲んでて、まあ、ちょっと私の友人たちも飲みたい飲みたいって結構最近ですね、もうゴブリンじゃゴブリンじゃって話になって、ホブゴブリンってお酒って本当前からあってそんなに私の中で珍しいお酒じゃなかったんですけど、なんでゴブリンって言ったら、そのゴブリンって名前にみんな惹かれてるようでして、アニメでゴブリンスレイヤーっていうアニメがあるんですかね、まあ、私もちょっとあるんですかねとか見たことありますけど、まあ結構面白いアニメですね、そのゴブリンスレイヤーとあと転生したスライムだったあのテンスだって言われる、まあ、スライムになった主人公が、まあ、ゴブリンたちと生活する話が、まあ、ゴブリンだけじゃないらしいですけど、まあ、そのゴブリンネタの、まあ、アニメが結構あるみたいでして、でその特にこのゴブリンスレイヤーを見てるからゴブリンって名前に惹かれてこれを飲まれる方がやっぱいらっしゃいますね、ゴブリンスレイヤー、最初1話見た時はすごい、でも心がグワッてきま、私はもうあんな感じに最初から、ね、攻めるアニメは、まあ、最近、まあ、見てなかったんですごく面白いなって思いまして、まあ、オープニングテーマ曲も、まあ、私結構好きな部類になる曲ですね、個人的にはちょっともうちょっとボーカルをちょっと、まあ、声をちょっと愛にしていったらいいかなとは私はそういう好みで思いますね、ゴブリンスレイヤーね、私、あのぶっちゃけ言うとあのエルフちゃんが好きですねあのエルフのあのなんかな、エルフ、あのエルフって名前じゃないんですよね、あれなんかみんな名前が名前らしい名前がないんですよね、ちょっと、それもちょっと私そういう作品見たことなくて、でキャラクターによってもその主人公呼び方が違ったりとか、そのキャラクターの呼び方が、違うみたいですね、まあ、私ちょっとその、エルフの弓を使う子が好きなんですけども、ちょっとエルフちょっと名前がよくわからないです、すいません、あのエルフちゃんとちょっと言わせてください、もう、あのエルフちゃんの主人公の主人公じゃない、あの主人公誰なんですかね、あれあのゴブリンスレイヤーですか、新刊さんですか、はたまたあの農家の幼馴染の娘さんですか、ちょっと、まあ、私原作読んでないんで、ちょっとわからないですけどもですね、まあ、そのアニメ自体もあんまりその全部見てないので、最初、まあ、ツンツンしてて、で、まあ、最後辺にちょっとまあ、ゴブリンスレイヤーにちょっと、まあ、私勝手な一方的な片思いだと思ってるんですけども、まあ、そのなんかバカはいいなってちょっと思ってしまいましたね、あの手で隠ししてる部分と、あと彼女と一緒に酒飲んでみたいなとは思いますね、まあ、一緒に飲んだらちょっと大変な子でしょうけど、ゆっくり片手飲むんだったらアンドワークさんと一緒に飲んだらすごく話が弾むなとは思うんですけどね、ゴブリンスレイヤー、ちょっとエルフさんのシーンだけもう一回見てみたいですね、美味しいですね、
イギリスの、ダークエール、うん、まあ、ほんとちょっとあのちょっと濃いビール飲めない、もうさっぱりしたビール、そして黒だったらこちらをおすすめします。ラベルとかもその ボトルの作りも結構もうしっかりと、あれにしてましてですね、ちょっと今飲んだから分かると思いますけどですね、さっきの魔女の、模様がよくあの中の、ビールがなくなったんでよく映るようになってきたんじゃないかなって私は勝手に思いますけども、まあ皆さんどうでしょうかね、うん。うん、ほんとこちら、まあ、瓶として飾ってもおしゃれですし、まあ、味も美味しいと思いますので、ぜひ皆さん、飲んでみてください、うん。ご視聴ありがとうございました、またよろしくお願いします。アルハルでした。